吉原亜美の温泉癒し旅、一泊目の夕飯は懐石料理でした。で、あと別注文ということでタコのぶつ切りをお願いしたわけなんですが、阿子といえばタコ、明石といえばタコ、阿子は塩、生徒内会はタコということで、タコも結構美味しかったです。そして鉄板焼き、陶板焼きは多分阿子牛かなんかを焼くというパターンだったわけなんですが、ちょっと乗せるのが早くってジューって言わないまま、さっさとお肉を乗せてしまった私たちでした。そして何といってもお刺身の盛り合わせ、その手前が茶碗蒸しですね。このいろいろね、ご飯が揃っているのがなんとなく嬉しいところではあるんですけれども、懐石料理になると何から食べたらいいのかがわからなくなってしまうことはないですか？私はだいたい小鉢からいただくんですが、これだけ並んでるとさすがにちょっと迷いが出てしまって、何から食べようか随分時間がかかってしまいました。この日はお魚の煮付けも一緒についてきまして、煮付けは最近食べてなかったので本当に美味しくいただいたわけですが、ちょっと絵面的にはあんまりよろしくない感じがしたので、ここはサクッと流させていただいております。一番美味しかったのが、なんとお味噌汁だったんですね。お味噌汁には、なんだっけ、海藻と海藻ちょっととろっとしたのが入ってて、本当にね、味がいい感じのお味噌汁で美味しくいただいておりました。そして通常温泉地のご飯っていうとね、白ご飯がメインでついてくるんですが、こちらの温泉は炊き込みご飯がついてきてまして、具材はしめじとふき、わかめ、昆布みたいな感じの、とにかくちょっとわかめ、食感のいいものが入ってて、本当にね、この炊き込みご飯も美味しくて、お腹がいっぱいでなければ永遠食べ続けれるかなっていう、希望としたらね、夜食用におむすびにしてほしかったなっていうところでしたね。そしてご飯の後は地下にあった懐かしの温泉卓球、これをねやってみたんですが、本当に吉原さん玉系ダメです玉系以外もスポーツは基本あんまり得意ではないんですが、温泉卓球をちょっとやってみようということで、ミニオンと2人でルールも分からず、とにかくひたすら打つということをやってみました。
今時珍しいパターゴルフも2カ所ほどありまして、ミニオンチャレンジしております。まあ、本当にゆっくりできる旅館でね、何よりというとこでしたが、次の動画は赤穂岬からお届けしてまいりたいと思います。引き続き見てくださいね。